どうも、吉本プラモデル部副部長の九太郎でございます。というわけで今回はですね、こちらです。やっと着手できますよ。去年からずっとやりたかったんです、これを。これが、ソビエトの T34-85 ということでございまして、ガールズ&パンツァーでしたら、プラウダ高校のね、カチューシャの、戦車でございますけども、これがですね、皆さんご覧になりましたか、こちらの映画 T34 っていうね、レジェンド・オブ・ウォーという映画、ご覧になりましたでしょうか。これね、ロシアの映画なんですけど、激烈面白かったです。ちょっとやってる映画館がね、少なかったんですよね。新宿バルト9と、あとどっか、都内じゃどっかぐらいだったんですけど、映像化されたらもう絶対買おうかなと思ってますけどね。資料にもなりますから。はい。ねえ、これがね、むちゃくちゃ面白い映画です。これを見てね、もう一気に作りたくなって、もともとね、カチューシャのやつなんで作りたいなとは思っていたんですが、この映画を見たことによって、もうさらに火がついて、火がついた途端に他にやらなきゃいけないことが起きてしまうというですね、やっぱ大人は忙しいということでございまして、迷ってますよ。まあ、すぐね、もう、組み立てには入るんですけどね、塗装段階でじゃあどれにしようかって話になりましたね。このまま箱絵のまんまでもいいですし、プラウダ高校にしてもいいし、ねえ、この T34 の時の感じで塗ってもいいし、プラウダだったらね、真っ白にするもよし、さらにスプレー、ヘアスプレー塗装でね、陶器迷彩にしてもいいという、もう夢が広がる。これもあと5個ぐらい買おうかなと思ってますけど、とりあえず、初 T34 ということでございまして、中身はどういうものか。きっと古いキットですよね。そうですね、1987年ということでございます。パーツは少ないんですよ、タミヤさんのやつ。これ作りやすいですね。あー、ベルト式なんですね。ベルト式。これちょっと連結履帯欲しいな。売ってないのかしら。別売りで、なんか別で。はい。よし。で、ほら、もうこれだけだ。すっくね。はい。パーツすっくな。でかるですね。はい。ちょっとしたこの、パーツも入ってるということでございまして。もう、じゃあもうこれはもうパカパカさっさと組み立てましょう。はい。天輪が。重々の20個、これ、パーティングラインを、全部消しました。というわけで、ちょっと開いちゃったんですけどね、まあ、ここの下に、足回りですね、どんどんつけていっちゃいましょう、天秤などをね。はい、足回りができました。はい、古いやつなんですよね。なので、ここに電池入れるマークね、あったりとか、シャフト使ってたりとか。今はないですもんね、あんまりね。シャフトを止めるこのプラスチックのこれでネジで回すみたいな。裏の、だからモールドがないですよね。ここ止めるのが、ここがね、ポリパーツで接着しないで止めるみたいな感じになってんですね。はい。というわけで、こんな感じで。ちょっとこれはあれですね。合わせ目消さなきゃいけないから、説明書通りではなく、ちょっと4に飛んで方針をね、作ってしまいましょう。あとこの辺とかね、こういう合わせ目がタンクとか、合わせ目が必要なところやっちゃいましょう。はい。方針接着剤で、止めたんで、乾いたらヤスリで削ってって感じですね。とこれ積むやつ、このこれも、はい、こんな感じ。これ3個あって、はい、まあ、合わせ目あるのはこれぐらいだろうな。はい。したら今度はこの辺とかですね。はい、よし、やっていきましょう。はい。植え付けました。で、車体、足回りの下とくっつけちゃいましたね。はい。ちょっとやっぱこっちですね、隙間が空くので、ちょっと流し込みを流して、ちょっとギュッとマスキングテープで押さえてる感じですかね。はい。まあ、細々とこういうものだったり、こういうもの、こういうもの、いろいろと、はい、取り付けました。こことかも全部パーツなんですよね。ここだったり、
ここもパーツパーツ、はい、まあ機銃のパーツとか、はい、いろいろと、うん、かっこいいです、できてきましたね。はい、まあ、ちょっと古いキットなので、うん、おそらく古いんですよ。だからなんかちょっと隙間が出たりとかやっぱりするんですね。はいはい、まあまあまあこういう感じで砲塔行きましょう。はい、砲塔作ってるんですよね。はい、こうやって砲塔作ってるんですけど、まあこのこまごまとね、パーツまだつけていかなきゃいけないんですが、ここにこのあとこれですね、こっちではまあ、合わせ目じゃなくてね、本当溶接した後だと思うんですけど、これをちょっと、やりたいなと。ちょっとむにゅっとね、接着剤むにゅってやって、そのまま合わせ目消しちゃったらこう消して平らにするんですけど、あえて消さないみたいな感じにしとけば、この溶接の感じが出るのかなと思ったんですけど、ちょっとより強調させるために、あの伸ばしランナー貼り付けるっていうね、あの技があるんですよ。これあのプロの人がやってたんですけど、それをちょっとやってみたいなと。はい、ちょっとじゃあ炙ってみましょう。もうちょっと細い方がいいかな。もうちょっと細くしたいですね。ちょっとこれは太いな。もうちょっと炙ります。あっ難しい。あ、これぐらいあ、これぐらいの細いのが欲しかったんですよ。少ねえなこれじゃ。これ一周囲いたいんで、あ、これいいね。これよくできました。これをここに1個貼るってことですわ。はい、とりあえずここまでこうやってここ貼ったんですよ。はい、本当は全部この後全部巻きますけど、ここに。ですね、俺が見たのはこうやってデザインナイフでこう、切り込みをね、切り込みを、はい、ここクッククッククって押していくと。はい、したらここにこの流し込みで溶かすんですね。伸ばしランナーを溶かすんですって。で、流し込みで伸ばしランナーを溶かしたら、なんかあのこういうのでこうやってこう押して、モールド、あの溶接のモールドにしていくって感じなんですよ。こういうことですね。はい、これをちょっと全部グリッと巻いてやっていきたいと思います。ここビーッとやってみました。はい、ちょっとあんまりね、見た感じなんかよくできてないんですけど、まあ塗装してどんだけ溶接っぽい感じになるかっていう感じなんですけども、はい、とりあえずは、ちょっとディテールを、増やしてみたというかっていう感じですかね。そしたらまたこの細かいパーツをつけて
はい、また報道完成させたいと思います。はい、方針ができました。かっこいいですね、やっぱりこの長い方針すごいっすよね。はい、ということで、細々とねこういうものをつけたりとか結構細かくてね大変なんですけども、まあ絶対にピンセットは必須だということで、はい、でハッチなどは開閉か、閉まってるかちょっと選ぶということで、このきっと兵士は入ってないんですけど、ロシア兵はソビエト兵は入ってないんですけども、まあまたね、どうするか分かんないんで、とりあえず閉める開けるはちょっとあれなんで、つけてないです、接着してないですね。はい、非常にかっこいいですね。はい、おお、いいですね、いいですね、わ強そうだ。はい、ということで、ああそうですね、はい、例えばなんですけど、ちょっとまあこことかね、ここにゲートがあるんですよね。なんでこういうのはね接着してある程度固まってから僕はこうやりますよね。はい、パーツのままでゲート処理しようとしたらもうすっごいちっちゃい、こんなのこうやってね、うん、やる感じになるんで、はい、とっても大変なので、はい、こことかはこの裏側にゲートがあるんですけど、これはまあまあ切り離して二度切りですね、ちょっとゲートが離して切って、でもう一度ゲートをニッパーで落としたら、これでスッスッスと優しく削っていく感じかな。こういうちっちゃいパーツね絶対飛んでどっか行くんでね。実際ここ、これはねこっちはねパーツなんですけど、こっちはねもうなくしてんすよ一つもうですぐなんか尖ったやつ見つけて、さっきの伸ばしランナーのこれをね、これを削ってつけたんですよ。はい、もう一個なくしてますからね。はい、まあ、そういう感じですね。はい、そしたらこの、こっちの車体のボディの方にいろいろと細かいのつけてって完成になるのかな。はい、はい、もうちょっとです。はい、というわけで、完成ですね。はい、こういう感じですね、組み立ては。はい、まあ、ここだけちょっとなんか手を加えたって感じですかね。はい、あとはもう説明書通りの普通に組んで、ということでございまして、はい、こちらですね、陶器迷彩のちょっと色で塗ってみようかなと、はい、思っております。非常にかっこいいはかっこいいですね。ただやっぱ古いので、やっぱこう裏がこうなっちゃってるので、まあ、裏めくることはないんですけど飾っててでもね、なんかね裏もモードあった方がいいかなっていう感じっすよね。はい、とりあえずこういう感じでございます。次はね、こちら、塗装する動画をね、上げたいなと思いますので、ぜひその時も、ご覧いただけたら嬉しいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。